公明ニュースです今回の公明ニュースは5月15日から21日までの公明新聞史上より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします今回は北川幹事長の定例記者会見太田代表の定例記者会見参院選へ向け命のマニフェストを発表参院選に向けて全国遊説をスタート 以上の内容でお伝えいたします。最初は十七日の新聞記事です。北川和雄幹事長は十六日に国会内で定例記者会見を行い、集団的自衛権の行使に関する論議や参院選への取り組みなどについて見解を述べました。会見の中で集団的自衛権の行使は自衛のための必要最小限度の範囲を超え 憲法上許されないとしている内閣法制局の見解に対して必要最小限度の範囲内での行動もあり得るとの意見が出ていることに関して記者団から見解を求められると北川幹事長はこれまで自衛隊の国際貢献などさまざまな場面において論議は積み重ねられてきたその見解は大切にすべきだ。今あえて 政府解釈を変更するる。必要性は全くないいと思っている政府解釈を維持しながらそれぞれの具体的なケースに応じて自衛権の範囲なのか集団的自衛権の行使になるのかを判断していくべきだと述べましたまた参院選での自民公明両党の選挙協力については自公が参院で過半数を維持し 政治を安定させ今やるべき改革を前に進めることが大事だと指摘するとともに与党の過半数獲得に向けて焦点となっている29の1人区での協力については大事な攻防の舞台だ公明党も頑張りたいし自民党は公明党の各県本部と連携を深めてもらいたいと述べましたさらに北川幹事長は参院選の争点について 次のように述べました。あの特に今、日本の人口構造がですね、非常に大きな変化にありますよね、えー、人口減少社会の突入、それから本格的な高齢社会の到来、まあ、そういう人口構造の大変あの大きな変化の中で、えー、年金をはじめとする社会保障が本当に維持をできるのかどうか、あ大丈夫なのかどうか、まあ、そこに非常に、えー、不安も関心もですね。 持ってらっしゃる方が大変多いわけでございましてそれにしっかりと応えていくということが大切だと思っております一方、民主党が掲げている参院選政策については最低保障年金や子ども手当、生産農家への個別所得保証政策などを挙げ財源がどうなるのか説明がないマニフェストは期限・財源を提示するのが最低条件だ 財源論が不明確でで曖昧とといいう印象だと述べました続いては19日の記事です太田代表は18日に国会内で定例の記者会見を行い集団的自衛権の行使に関する有識者会議での初会合や政治家個人の資金管理団体の事務所費など政治と金の問題などについて見解を述べました。 会見の中で太田代表は警察官が射殺された愛知県長久手町の立てこもり事件に関して長崎市長射殺事件もあったこうした暴力テロは断じて許されることではない銃器の管理についてはさらに取締りを強化することが大事だとした上で4月23日の政府与党連絡会議で 使用犯罪対策の強化を求めたことを挙げさらに政府に対して催促していきたいと述べましたまた政治と金の問題について太田代表は5年前10年前とは国民の意識も変わっているより透明性公開性を求める声が高いと指摘党派を超えて政治資金の透明性を国民に示すことが大事だと強調しました 不透明性が指摘されている事務所費や高熱追肥問題に関しては常に疑惑を持たれた人には説明責任がある国民が納得できるよう誠意を示すことだと指摘するとともに松岡農林水産大臣の疑惑については国民は納得していないのではないか説明は不十分だとの認識を示しました一方集団的自衛権の行使に関する 有識者会議の論議に関しては次のように見解を述べました論議に枠をはめるという気持ちは私はありませんしかし総理の指摘諮問機関としての有識者懇談会というふうに承知しておりますので総理が何を聞きたいかということについて総理自らが言っておりますように 現行の憲法解釈を変えるものではない、そしてまた、これまでの憲法論議というものは尊重していかなくてはならないということの中で、具体的なケースということについて話し合いが行われるという、その総理の言われている趣旨というものをどこまでも踏まえて論議が行われるということが大事だというふうに私は思っています。 集団的自衛権の行使というものは認めないというのが憲法9条の1項2項から出ている我が国の踏み固められた憲法解釈というものであり、えー、そして、えー、個別的な事例というものを集団的自衛権が認められるようにというある思考性を持って、えー、論議がされないようにということについては釘を刺してきたつもりです。 次は20日の記事です太田代表と斉藤政調会長は19日に名古屋市内で記者会見を行い7月の参院選重点政策の第1弾「いのちのマニフェスト」を発表しました今日から参議院選挙の本格的な遊説の第一声を行わせていただいてスタートを切りました命のマニフェストは 国民の命を守ることが政治の最大の課題であるとの観点から、ドクターヘリの全国配備の推進、産科・小児科などの医師不足対策の拡充、がん対策の強化の三点を柱としてまとめています。公明党は、医師や看護師が登場して迅速に初期治療が行える ドクターヘリの全国配備をいち早くマニフェストに掲げ法制化の動きをリードしてきました今回の重点政策では2012年をめどに47都道府県50カ所への拡大を目指すと明記登場する医師や看護師スタッフの人材確保と育成地方財源負担軽減へ向け運航費の一部に 健康保険などの適用を推進するとしたほかドクターヘリをはじめ救急医療体制の整備を促進するための国による財源措置拡充を推進します医師不足対策ではすべての国民がいつでもどこでも安心して良質な医療サービスが受けられるよう医師不足地域の解消や夜間や救急対応が多い 参加や小児科などの勤務医の待遇改善、女性医師の職場環境の整備に向けた対策を示し、予算確保や必要な法整備の検討など重点的な取り組みを実施すると表明しました。がん対策の強化については、公明党の主張で成立したがん対策推進基本法に基づき、 実効性のあるがん対策推進基本計画を策定するとしたほか、体に負担の少ない放射線治療を普及させるため、専門医やスタッフの育成を推進するとしています。また、患者の痛みを癒し、生活の質を保つために、早期の治療段階からの緩和ケアの実施を推進、癌を担当するすべての医師の研修を10年かけて行い、 癌になっても痛くない、苦しまない社会の構築を目指すと提言しています。さらに、セカンドオピニオンの普及や癌登録制度の導入。国や都道府県による情報提供体制の整備を促進するとしています。最後も二十日の記事です。太田代表は十九日に名古屋市内で街頭演説を行い。 7月の参院選に向けて全国遊説のスタートを切りましたもう本当に朝早くからこんなに多くの方にお集まりをいただきましていよいよ参議院選挙のスタートを拶の中で太田代表は参院選について過去最高得票で比例区8議席獲得愛知埼玉神奈川 大阪・東京の5選挙区完全勝利で何としても改選13議席を死守し公明自民の与党として過半数議席を制したいと強調万が一野党が勝てば政治は混乱景気は腰折れすることは必至だ断じて勝たなければならないと訴えました公明党はまさに改革の推進力であり エンジンジであります公明党が連立政権に入って8年目を迎えましたさらに太田代表は日本の政治における公明党の役割を改革の推進力と位置づけ改革断行のアクセルと国家主義政治腐敗へのブレーキそしてハンドルも握って未来の日本に向けてスタートを切っていきたいと力説 その上で公明党が掲げる未来に責任を持つ政治について国民の命、子どもたちの未来国民の安全、暮らしの安心勢いのある国づくり平和に責任を持つと強調しました。